慶雲の改革は、飛鳥時代末期の慶雲3年以降、文武天皇統治下の朝廷において行われた、律令体制改革を言う。人心の乱の勝利後に、史上初の天皇として即位し、思い切った国政改革を進めた天武天皇が没した後、大妃の児童天皇が即位。天武の意志を継ぎ、日本初の本格的土壌である、藤原慶の建設を進めたほか、 アスカ清見原の例の制定など、党を参考にした律令の整備、国史編纂事業などを継続した。その時童天皇の上位を受けて即位した孫の文武天皇の時期には、天武、時童以来の改革の集大成となる律令の制定が急がれ、大法元年に大法律令の完成という形で結実した。しかし律令編纂には日当経験のある、 生き地広典や、党から帰化した、札工学などが加わってはいたものの、作成を主導した、行部神郎や藤原不人らは、党律令の実態に精通していたわけではなく、やや理想的な傾向を残すものでもあった。その結果、施行してみて、初めて分かった矛盾、不備なども認識されるようになる。大宝三年、児童大乗天皇が崩御すると、実際に施行され始めた律令と、 現実的運用とのギャップから、最速の必要性や例そのものへの改革が迫られるようになる。藤原系上房平常系上房図また、大宝3年から慶運4年にかけて連続的に発生した基金と、税体系の不備により、緊急する農民が続出したため、その救済策も求められた。大宝元年、大宝令の編纂にも携わった、淡田正人が、 検討大使に任命され、文武天皇から窃盗を授けられた。天治天皇8年以来実に32年ぶりとなる検討使である。翌年に畜死を発し、党に漂着した。この大報土の剣士の目的は、白月の絵の戦い以来冷却していた党との交流を回復するとともに、天武天皇以来の改革で、日本に本格的主と及び律令体制が完成したこと。 天皇号及び日本の国号が成立したことを党に対して宣言することなどを目的とする非常に重要な施設であった。しかし当時、東王朝は不足点による散脱で修王朝に変わっていたことを日本側が把握していなかったため、淡田正虎は現地で若干の混乱を生じた。また彼らがと、長安で見た実際の都の城や 律令制の運用実態は日本国内での想像とは似て非なるものであった。例えば、藤原系では太極殿を含む宮を都の城の中央に配置していたが、長安城をはじめとする中国の都の城では太極宮を含む工場は都の城の北端中央にあるのが通例であった。律令の運用形態も日本とは異なり、 律令の不備を行う格式なども制定されていた。大きな衝撃を受けて、慶運元年に帰国した、淡田正虎らは、これらの日中の都の城や、律令制の際を報告し、文部長の改革に生かされていく。慶文2年4月、大納言の定員を二人削減するとともに、大法令制定に伴い廃止されていた、中納言が、朝廷の犠牲官として復活し、高向のマロ、 アワ正マ安倍アベスクナマロを任命した。また大法令で手配されていたうねめカタ伝を復活した。同年11月にはこれまでの5位肝人への直不をくらい6に切り替え、翌年には大法令の規定を修正し、4位肝人をくらい、封の範囲に加えている。さらに、官人の女医に影響する表情年数の2年分、短縮や影くらい、授与制度の調整など、 官任機構の改革を行った。また、軽視例の規定で更新の範囲を4世今後までと、していたものを5世今後まで範囲を広げている。一方、打ち続く基金から、農民の負担の軽減を図るべく、税制や貧窮対策を施している。すなわち、機内における庁の人別徴収方式から、個別徴収への変更、用の半減措置。 偽装米徴収法の緩和などの諸政策である。ただし、これらの諸制度改革は早くも奈良時代前期には見直されたものも多く、その実効性については評価が分かれる。また、王孔諸心が山川やぶさを不法に占有し、農民の利益を損なっているとして、大法令遵守を求める省直も出されている。このように、慶運の改革は大法律量の施行に伴う。 不具合を調整することを意識して行われたものであり、さらなる国家体制強化を図ろうとする性質のものであった。しかし、改革が進行中の慶運4年6月、文武天皇は崩御してしまう。医師の首巫子はまだ幼かったため、文武天皇の母である、愛王女が即位するという異例の措置が取られ、元明天皇となった。元明朝においても、国政改革はさらに加速し、 和道元年には初の流通貨幣である和道海鎮の発行及び長安の造形に習った本格的都の城となる平城系戦都の見事乗りが発せられた。また同年、越後国に出羽軍が設置され、出羽作を中心にエゾ政党が開始、南でも早との入港を促すには大隅国を設置など、辺境の国土確定も積極的に行われた。 このまも、律令の不具合を修正する格式や律令本体の改定作業は、藤原夫人らを中心に続けられており、後の養老律令制定につながることになる。ありがとうございます。